お願いします。ではよろしくお願いいたします。こちらから質問させていただきます。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。と申します。よろしくお願いいたします。じゃあまずはじめに今日からということなんで、はい、ですけどずっと出てらっしゃる方、あと久しぶりに出られる方もいらっしゃると思うので、ご自身の、役名と、意気込みの方よろしくお願いいたします。まず菅さんから。はい、日向翔役の菅健太です。本日はお越しいただきありがとうございます。そうですね、まあ演劇配給も早いもので5作目になりました。まあ、今回は進化の夏ということで、公式戦を経て烏野が、まあ、負けてしまい、そこから烏野がどう強くなっていくのか、それをこう見つけ出していく夏合宿がテーマになっています。そうですね、なのですごくまあ、タイトルから進化の夏ということで、結構ポスターのビジュアルだったりとかっていうところから、こういつもとは違う配給になるんじゃないかということは、ちょっとなんとなく皆さんにもこう予想していただけるような感じになってるんですけども、本当に新しい配給がお見せできるんじゃないかなと思っております。なんか1ヶ月前ぐらいから結構取材で新しい配給を見せる、新しい配給を見せるってすごい僕言ってたんですけど、もちろん新しい配給見せるんですけど、ちょっと一つやっぱ変わんないのは運動量がちっとも新しくならないそこに関してはいつまでたってもアナログな感じですね。やっぱりまあ、それが魅力でもあるんですけども、この演劇配給というのは僕らが汗をかいて、それがなんかこう熱量につながっているのかなというのは、今作も変わらず、さらにこう、まあ、進化の夏ですので、進化をお見せできればと思います。強いて一つ進化を挙げるとすれば、スタッフさんの裏動線の走る回数が増えている、はい、これは僕が言わないときっとね、終わるまで誰にも伝わらないと思うので、僕らと同じぐらい必死の形相で裏を走っているスタッフさんたちがたくさんいるのが今回進化の夏ですので、その進化も楽しみ見れないな、その進化も背負って僕たちは頑張りたいなと思います。最後まで応援のほどよろしくお願いします。いいよ、お願いします。続きまして影山さん。はい、影山飛雄役の影山達也です。僕は今回からの今作からの参加になるんですが、まあ僕自身としてはそこに甘えず、全力で頑張っていきたいなと思っております。夏がテーマということで、まあ、配給という作品を通して皆様に夏でこんなことあったなとかいろいろ感じていただけたらなと思っております。全力で頑張ります。よろしくお願いします。続きまして、はい、月島契約の小坂亮太郎です。今回はいつもと一緒なんですけど、まあ、違うんですけど違うんですけど、ドラマの部分がすごい詰まってる作品になってるので、そこは毎回慎重に丁寧にしっかり演じていきたいと思います。とても暑い夏になってます。まあ秋ですけど夏になってますぜひお越しください。言わなくていいよ考えたもんね。じゃあ続きまして三浦さん。はい、山口忠役、三浦かりです。そうですね、5回目ということで、もうそばかすも安定してきたところなんですけども、はい、栄養系栄養系って書いてください。それで進化の夏ということでタイトルが、カラスのが特になんですけど、結構みんなそれぞれ進化しようともがいたりあがいたりしてるドラマを今回舞台上で、一生懸命演じていますので、そこで、まあ、情熱だけじゃなく冷静さも忘れないように大切に丁寧に演じていきたいなと思います。よろしくお願いします。続きまして中田さん。俺か。はい、はい、今回ですね、すごく感じるのがね、やっぱりそのバレー部員である前に一人の学生なんだなっていうことがすごく分かるような作品になってて、で、なんだろうな、もちろん烏野高校の人たちもそうだし、それは猫間高校もそうだしというのがなんかすごく分かる作品で、もちろんパフォーマンスとかは
るんですけど、あのパフォーマンスの方も、まあ、空手の復活よりもあの進化できてたらいいなと思います、はい、それをチェックしていただければいいんじゃないかと思います。お願いします。続いて近藤さん。はい、はい、クローテスロ役の近藤翔です、今回猫間高校に一人ハイバリエフという新入部員が入ってます。え、入ってんじゃん。で、これのが見えた。同じようなもんで。そのね、リエフがあの、こう寝こまって、あの一つの動きからしてあの完成させたんですけど、前回 で。そのリエフが入ったことによってどういうね、化学変化が起きるか楽しみにしててください。なんだよ。ありがとうございます。なんだけど、なんでない程度やるの。楽しみにしてたでください。いいこと言いましたね。顔すんな。続いて吉本さん。はい、僕と孝太郎役の吉本浩輝です。よろしくお願いします。今回からの参加なんですけど、やっぱり袋谷学園という、まあ、強豪校が今回から参加ということで、まあ、題名にもある進化の夏っていう、進化に一番影響があるんじゃないかっていう、僕とまあプロもそうなんですけど、やっぱり僕がスッキー日向にどれだけ影響を与えれるか、それで進化の大きさが変わってくるのかなっていう思うので、やっぱりその進化に直結する芝居だったり僕のパフォーマンスだったりっていうのを、やっぱ丁寧にかつ大胆に僕と僕頑張ろうと思います。それでやっぱり自分の力が、まあ、120% 発揮された時の快感が全てなので、お、はい、頑張ります。よろしくお願いします。気の寝ないで考えてください。いや、止まってんな。すごい。じゃあ続いてゆうきさん。はい。出ます？出ます？出ます？出てなかった。出て大丈夫です。持っていない。赤橋刑事役の結城晃です。めっちゃ隠してる。めっちゃ隠してるんですけど。そうですね、まあ、今日から本番で、これまで稽古でやってきたことを僕ら信じて、その、まあ、心は熱く、頭は冷静に 120% 以上の力で、頑張ろうと思います。そうですね、あと、あの袋谷学園高校がどう烏野高校に影響を与えるかっていう、同じこと言う。いや、違う違うんですよ、これ。考えてきたよ。考えてきた。全く同じだった。全く同じだった。いいね、チームワークだね。すごい。っていうのを、あの影響、どう影響を与えるかっていうのを楽しみにしながら見てほしいです。はい、よろしくお願いします。同じ時間、同じ時間繰り返したよ。では続いて、あの演出の小森さん、はい、あの今回あの過去4作品ありますけど、はい、どのようにまた違ったものですか。そうですね、まあ、毎回配給あの違うんですけども、新しい演出を取り入れようとして、まあ、前作とかは本当に試合3時間ずっと試合だったので、サーカスみたいなこうアクロバティックなこととかいろいろそういうものをやって、こう身体表現としての、まあ極みみたいなものを前回はやったんですけど、今回は、人間ドラマで夏休みの間の、まあ、試合がほとんどなくて、みんなの日常生活が描かれるような、話なので、またそこも新しい今回ならではの映像演出だったり舞台美術も大きく変わりましたので、まあ今までの配給とは本当になんか印象はだいぶガラッと変わったようなことができたんじゃないかなと思います。それはまあ見ていただいて確かめていただけたらなと思います。はい、さん、あの、まあ、今回、はい、5都市で5都市、はい、5カ所で35円だったんですけど、まあ、結構37個、結構過密なスケジュールですけど、はい、どうですか、体調とかこんなところでは。いや、これもですね、演劇配給の一個なんかもうお決まりなスケジュールというかですね、なかなかの過密スケジュール、これとどう付き合っていくかというのです、ね、本当に永遠の僕らの課題でありまして、ただ動かす体をもう脳を麻痺させることがこれから必要になってきますので、もう世間はね秋ですけれども、僕たちにとってはまあここからが夏ですので、全員でまあ美味しいもの食べて、
地方ごとにね、そこだけ返事する。ね、地方は美味しいものやっぱりね必要ですから食べて、それぞれの地方のお客様に楽しんでいただけたらなと思います。はい、ちなみにまあ2ヶ月間稽古もされてきたと思うんですけども、はい、例えばその稽古後飲みに行ったり食事行くっていうのは皆さんで行くんですか、それともやっぱでもチームごとが、やっぱり自然と多くなりますね。まあ新キャストで今回カラスノにも影と、あともう一人、西野役の淵野君というのがですね今回入りまして、やっぱりコミュニケーションを取るのは稽古だけではなく、なんか一緒にご飯を食べるってことはすごく大事なことなので、同じ釜の飯を食うっていうのはすごく一つ大きな、僕らにとってなんか稽古の延長線のような感じでチームになっていくためにやっていることではありますね。やっぱりあれですか、食べに行くになると芸歴20年のやっぱり座長である菅さんがご馳走される割り勘ですよね。どうだあ、まあ、カバーするつもりはないんですけど、2人で行った時は絶対おごってくれます。おー、ただ大人数の時はただはいれそう、もうおごったでいい。そりゃだってあれですよ、カラスの多いですよ人数、そんな座長です。はい、座長社長ですけど。じゃあここで一回おごりに誓えばいいんじゃない。ああ、お前らさ、何いや、ただご馳走してもらいたいんですよね。でも、あれですよ、お弁当出してるんで。あ、確かに、そうだ、毎回の本番中にホットミールであったかいご飯をね、こんなことも自分で言いたくはない。言ったね、周りで僕は私がやってますよなんて言いたくないんですよ。いつかね、だからこの公演がしっかりみんなが進化できたなって思ったら、それも全員分もうバンと好きなもん食えって。じゃあ千秋楽が楽しみ、千秋楽が楽しみにして。打ち上げね、ってあんまり言わないでこう。そのうち今日は進化させたいっていうのが皆さんありますか。来ましたよ、共通質問。まず菅さんからお願いします。僕から、はい、じゃあ後ろの人から、ゆきさんから。はい、じゃあゆきさんから。俺絶対これ来ないと思ってたんですよ。あ、でもそのなんだろう、なんかミスを恐れて小さくなるっていうよりは、なんだろうな、その思いっきりやってミスしたら、それはもう今僕ができる全部の力を出してミスったんだから、だからそれをまた次の公演、次の公演で力に変えていけばいいなと思って、それ、そうやってこう一公演ずつ進化していきたいし、今後の役者と、一人の役者としても進化できるんじゃないかなと思ってます。すごく。はい、やっぱりキャストが多い分、学ぶ場所が多いので、やっぱりまあ、初心に帰って、まだ芸歴も全然ないんですけど、初心、もう一度初心に帰って、やっぱりもう一人一人からいいところをどんどん吸収して、まあ千秋楽にはお前頑張ったなって言われるように頑張りたいと思います。続いて永田さん。はい、そうですね、まあ今日初日からもちろんもうこれ以上進化できないぐらいのパフォーマンスとかお芝居をやるつもりはいますけれども、まあね、やっぱり37公演あるんで、まあ、そこでいろんなことを感じて、いろんなことを、それを、まあ、その公演に一つ一つ出せていけたらなと思います。それが進化につながればいいと思ってます。近藤さん。はい、舞台上ではもちろんなんですけど、今回着替えが多いんですよ、裏動線での。そこでの余裕を37回終わるまでにはすっごく余裕を持ちたいです。以上です。着替えの話したい。そうや、挟まなきゃいけないよ、こういうの一回は。ちっちゃい声でずっと言われた。ずっと言ってる。じゃあ続いて三浦さん。ちょっと似てるんですけど、やっぱ今回30人、約30人、一番キャストが多いので、人を避ける能力っていうんですか、その裏動線混むんで、で人をこう避けられれば、着替えが早くなるんじゃないかと。具体的な対策ってこと？あ、そう。を教えてあげたんだ。そう、人を避けるのが上手くなったら、そのぶつかる時間がもったいないんですよね。
俺の話そこですね。質問とは全然違う。やっぱ、まあ、もちろんこの作品の中でも進化するんですけど、人を避けるのもかなって街中で渋谷とかこうやって一石二鳥だと思います。今から行ってきたら渋谷練習してきよ。渋谷俺渋谷めっちゃ避けますよ。やめてよ。余計な最初だよ。全然違うからもう質問と舞台では進化特にないってことですか。避けることは避けろ。避けたらその結果的に余裕が生まれてその出た時に進化につながるのではないかと。はい、以上です。全部カットで。はい、じゃあ真面目にいきます、僕は。真面目だよ、これ。今回、新キャストで僕のお兄ちゃんが出るんですよ。リアルお兄ちゃん。ごめんなさい。リアルお兄ちゃんこのお兄ちゃん役の杉島アキテルさんが出るんですけど、そこの新しく本当はずっといたんだけど、今回が初めてだから、なんかそれをどうやってその兄弟っぽく見せるかっていうのと、あと山口との関係性、山口とお兄ちゃんと僕、月島圭のその3人の関係性をどんどんなんか深く、多分今までもそうなんですけど、本番始まって気づくこととか、お客さん入って気づくこととかたくさんあるんで、なんかそこで回を積み重ねていくうちに、もっと細かいとこまで気づけてどんどん進化できたらいいなって思います。続いて影山さん。はい、僕は役者としての成長はもちろんなんですけど、体を成長させたいなと思ってまして、まあ、僕37公演もやったことがないので、ロングの公演もなので、どれだけ体が、ね、疲れるかちょっと分かんないので、まあそうですね、千秋楽にはもうプラス2キロくらいなってるようなカッチリした体作りを目指して頑張っていきたいなと思います。菅さん。そうですね。僕雨男なんですよ。すごく。で、このハイパープロジェクション劇配給シリーズでですね、勝者と敗者の東京初日以外はほぼ初日全部雨なんですよ。全部のシリーズの。なのですごいの、ね、ドンピシャですね。ちょっと今日降ってなくてそわそわしてるんですけど、やっぱりそこはね、晴れて初日を迎えたいので、雨男からのやっぱり進化っていうのを、ね、今後の課題として、いや、ね、これ記事になる頃ぐらいにはもしかしたらね、雨降ってて菅の思いは届かない最後になってるかもしれないから、やっぱそういうのがないようにね、こう晴天の中こう迎えられる初日っていうのをね、目指して進化していきたいなと思います。いかがでしょうか。先ほどもちょっとお話しさせていただいたんですけど、はい、まあ、芸歴20周年を迎えてすごい、そう、すごい、ありがとうございます。20周年の、まあ、この舞台にかける思いもあると思う、はい、はい、そこで言う進化というのはどうなったんですか。そこで言う進化、でも芸歴っていうのもなんかあやふやだと僕は思っていて、この世界は自分でやっぱり僕は役者ですっていうことができてしまう世界なので、こうどこからがやっぱり歴なのかっていうことを考えると、それを証明するのはやっぱり何より実力だと思うので、もちろん、まあ芸歴関係なくこの座組で引っ張っていける存在でありたいなという気持ちもありつつ、こう本当に初めて舞台をやる子だったりとか、こういう経験をするのが初めてですっていう子もこのカンパニーにはいるので、そういう子たちからはなんかこうフレッシュさというか、やっぱりこう僕が考えられないような、そんなこうところからの、なんだろう、方向性の熱量みたいなのを感じながら37公演全部やれたら20周年にふさわしいものになると思います。はい。はい。じゃあ最後にカメラに向かって配給のリアルの一言お願いします。カメラに向かって、はい、僕が、はい、はい、ハイパープロジェクション演劇配給進化の夏、そうですね、少し遅れてやってきた夏ということでですね、僕たち全力で、夏を
満喫します、お客様にもその熱量が届いて僕らと一緒にこう夏合宿を一つ経験したようなそんな気持ちになっていただけたら嬉しいなと思います。いつもは試合会場でというのですが、今回は学校で待っています。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。